今日はありがとうございます。で、あのしれっと言ってますがすいません、私先ほど録画をせっかくお話を伺ったのに失敗しておりまして申し訳ありませんでした。データがちょっと残ってなくて、ですのであの実は2回目のお話を伺っていることになります。本当申し訳ありません。はい、ですので私は聞いてるんですけども申し訳ないんですが、あの作品についてもう一回お話しいただきましょう。はい、はい、この作品は、A Study of Identity っていうタイトルが、ついている作品でして、ここに、映っている、顔、肖像は、全て第二次世界大戦、時の、日本移民と、はい、日系アメリカ人の方々です、うん、なんで、この、時代にそういう方々の肖像を用いてこういう作品を作った、かというと、はい、まず、この作品では、多様性とか共存とか、について、表現している作品でして、で日系アメリカ人 の、 その第二次世界大戦中の、日本人移民、日系アメリカ人の方々って、いうのはもうアメリカ生まれ、もしくはアメリカに帰化しようとして、移り、渡った人たちなんですけれども、アメリカ人としてこう認められないというか、はい、パールハーバーの、前とか、スパイ容疑がかかって、で適正外国人というふうに見られて、で生まれはアメリカで育ったのはアメリカだからアメリカ人なんですけど、アメリカ的、はい、日本人だというふうに見られてしまったり、あとはアメリカで日本で生まれ育ったこともないので日本人、日本のルーツを持っているけれどもその日本のことは全然わからないのに、うん、こうアメリカ人として見てくれない、じゃあ自分たちは何人なんだっていう、うん、その複雑に混乱させられてしまった彼らのアイデンティティを知ることによってその、まずそもそもアイデンティティとは何なのかっていうことについての考察と、あとは、そういう世の中の、まあ、差別とか起こるような世の中でこそ違いというものをいかに受け入れるか、はい、そういう人たちといかに共存していくか、はい、で民族だけの話じゃありませんけれども、このマイノリティの方々、はい、違い、を持ってる人たちと、どう多様性社会、多様な社会を築いて共存していくかっていうことをこの作品で、表現できる場になって作った作品です。はい、もともとそういったことにご関心をお持ちだったんですか？はい、そもそものきっかけは自分が20歳の時にベルリンに、引っ越したというか、まあ、はい、行ったことがきっかけなんですけれども、はい、ベルリンって物価が安かったりしてもういろんな国から人が来るんですよね、はい、でベルリンって学生都市なんで、はい、まあ、物価が安いから、はい、まあ貧しい人たちも来る、まあ、ちょっとお金持ちの人も来る、でさらにヨーロッパ内だと EU って移動の自由があるので、うんうん、簡単にイタリア人とかその当時イギリスも入ってましたけど、はい、フランス人、イギリスとかからこう移り住んでくるんですよね、はい、でそういう本当に初めてグローバリゼーションというか、はい、その多民族国家というか、うん、
インターナショナルシティみたいなのを目の当たりにして、はい、で自分が生まれ育った東京が、はい、本当にインターナショナルシティなのかっていう、うん、まあ、単純な疑問ですけど、うん、思う感じなんですよね、はい、でベルリンに行った時にこう日本人として不思議に思ったことがあったんですけど、はい、